はい、朝からお出かけしてますが小腹すきませんか？はい、ここらで休憩を入れたいと思います。はい、今からねパパにねちょっととあるものをモバイルオーダーしてもらって取りに行きます。それを例の方法で食べれるか食べれないかを決めたいと思います。はい、じゃあちょっとお待ちください。はい、せーの、はっ先生はじめー、せーので、つまない引いた人1回でも菓子食べるんだよ。ママ見えない。食べるジュース。飲みたい、行こう。あ、じゃあねーとにーね飲んじゃう。いらないんでしょ。全部飲んじゃうよ。こっちじゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい。はい。パンじゃん、じゃんけんじゃない。チョキ、グッパ。最初はパー、やったー。最初はチョキ。最初はチョキ。最初はチョキ。最初はパー。最初はチョキ。最初はパー。イェーイ。皆さん、こんにちは。あやはやくんのあやです。はやくです。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。今日は今回のデザートは、マクドナルドの新作でございます。ただし、どう思った？先ほど言った通りのもので決めます。こちら、ルーレットマシーン、また持ってきた。はい、これ3人の名前が書いてあります。これを順番にルーレット回してもらって、名前が当たった人に試食レビューしてもらいます。はい、当たらなければ食べられません。いいですか？味わいでもまだマシだ。ちなみにヒント言いますよ。今回食べるのあそこにもうチラッと映ってます。サムライバッグ。フルーツ。はい、じゃあ行きますよ。あたりから。せーの。レッツゴー。回す人はどうする？順番でいい？順番でいいよ。じゃあ、あやさん、回しましょう。え、これ出たら終わりやろ。せーの。はっ、先生。はっ、せーの。せーの、で、つまない。はや、おめでとうございます。まず一つ目、マックシェイクの応答味シェイクです。見せてください。はや、リカチンに桃っぽいのありますね。はい、桃です。せーの、いきます。シェイク、あの道屋サイズの桃のやつ。おー、さあ皆さん食べたくなってきましたね。次、カナさん。カナさん回せ、回して。カンちゃん、せーの。カノさん、当たりました。カノさんは、こちらの新作、マックフルーリーの、はい、チョコバナナ味になります。どうぞ。あれ、パイなんで食べたくないよ。あれ、パイやるのよ。どうぞ、カノさん食べて。プリネッタ。おいしい？いやいや。はい、まだまだいきますよ。はい、はい、回してください。面白くない。ちょうだい、パイもいらん。はい、どうぞ。ハッピーセットです。母さん、これと交換しておもちゃや。これ姉ちゃんと交換する。これもほら見て、ナゲット入ってるよ。これナゲットくない。はい、カモさんは姉ちゃんに半分奪い取られました。ちゃんジュース。今週の土日ね、多分これ流れる頃終わってると思うんですけど、先着でもらえるものがあるんです。こちらマクドナルドのオリジナルスペシャルタグになります。話によると、土日1日で100個限定、100個なくなったら終わりです。だから1家族4つとか買ってったらもうなくなっちゃうんですね。開けたい人って、もちろん開ける権利はあやさんにあるんですけど、奥も思ってある。開けたい？お、なんかこれもね4つ種類あるそうで、あの店員さんがあのランダムで入れてくれます。おお、これあれですね、タグの説明ですね。じゃあそのタグを見せてください。誰だ、
せーの。お、ピカチュウとルカリオ。おー、知ってるキャラクターが出てきた。はい、っていうのを今回ゲットしました。はい、ラスト一つ。次はやからめな、はや、ほら、まだ回せ、まだもう一個あるぞ。出てこい、あたり、あたり。もしあぶない、なんでこんなに的中すんの。はや、ピカチュウのね、パッケージですが、中はアップルパイです。うまそう。食べてみてください。はい、すみません。カワにはちょっとしかないよね。うんね、ジュースも飲んで食べるの。うん、こぼれ。大丈夫なの。あなたはハッピーセットでしょ。ジュースあるよ。どうですか、初めてのアップルパイですが。いや、いける、いける、美味しいですか。うん、はい、という今回はマックのピカチュウゲットだぜってことでシリーズ食べてみました。はい、今回ね、みんな自分で自分の引いたっていう、すっごく面白くない結果になりましたが、ママたち一つ言いましたよね。当たったら食べれますと、外れたらどうなりますかっていうこと一言も言ってませんでしたよね。じゃあ何が起きるの。はい、外れを引いた人一回でも。あやさん、外れ引きましたよね、あなた。今からママと出かけましょう。ああ、こんな美味しかった。美味しい。もうやめとこうね。ああ、食べちゃった。ハズレを引いたのはあやさん。あやさんにはこちらを申請します。結構一緒に選んできたんだけどね。はい、見せてください。はい、ポケモンです。これ誰ですか。ミーです。はい、今ユニクロではポケモンとコラボした T シャツが販売されてます。かわいいね。何これ何。ミュウ。かわいい、奥に買って。ダメ。ちなみにまだ置いてあるお店あるかどうかわかんないんですけど、ノベリティとしてポケモン関係のお洋服何でもいいので組み合わせ2着買ったらこちらがプレゼントされます。見せて、あやさん。洗濯物入れるネット。ピンポン。じゃあ広げてみてください。かわいい。モンスターボールや。あ、かわいい、かわいい。モンスターボールや。あ、ピカチュウ。あ、下着とか洗うのにちょうどいいかもしれない、ね。ということで、今回はポケモン尽くしのレビューをやってもらいました。はい。皆さんもぜひ食べたり買ったりしてみてください。バイバーイ。ルーレットの説明しますね。イエーイ、はい、私から。こちら。こちら、オフラマ。今ルーレットには4枚の紙が貼ってあります。はい、この4枚にはお店の名前が書いてあります。はい、ドラッグストア、コンビニ、駄菓子屋、スーパーの4つです。あとでお菓子借りく。もうカノさんは別のことに夢中です。